はい、どうも、うずです。2022年6月29日、ソニーが新しいゲーミングギア事業に参入したっていう発表がありましたね。はい、これがその新しいゲーミングヘッドセットです。インゾーンっていうブランドになります。皆さんよく覚えてください。インゾーンですよ、ソニーの新しいゲーミングギアブランド。うずさん、これカメラの話だよって。あ、そうだよ、カメラの話だよ。ソニーのね、新しいヘッドセットがあまりにもね、音が良くて気に入っちゃったんで、もうもらいたいなって思っちゃったんで、ちょっとテンション上がっちゃいました。返しますけどね。はい、というちょっとくだらない前置きを置いてしまったんですが、そうです、あの本日は以前もちょっとリクエストがあったキャノンの EOS R10 と EOS R7 かのちょっと違いを改めてお話してほしいっていうのがありまして、それをちょっとやります。まあ、あくまで私の価値観によるお話になってしまうんですが、もともと家電量販店で多くのカメラ販売してきていましたので、まあそういった形でフラットに来たお客様に対して説明するような内容、まあちょっとねマニアックな話になっちゃうんですけど、ちょっと家電量販店よりね、はい、そういった形で今回はトークをしていきたいと思います。で、今回分かりやすいように簡単な表をここに用意しましたので、この表に沿ってお話の方を、まあ短くちゃんとまとめてね、あんま長くならないように話していきたいと思いますので、動画の方最後まで見ていただけるとありがたいです。カメラをこれから購入しようと悩んでいる方、初心者向けの話になります。まあ一部ちょっと専門用語出てきます。で、まずキヤノンの EOS R7 と EOS R10 というのは APS-C 機と呼ばれるカメラになってます。まあ高額なんだけど人気があるフルサイズ機っていうのがカメラはあるんですけれども、そのフルサイズ機に比べると同じレンズを使った場合、ボケみがやや少なくなり、暗いところが若干苦手になるっていう APS-C 機なんですが、いい点としては同じレンズを使った場合望遠側に強くなる、はい、ここなので飛行機撮影とか撮り撮影とか、まあ電車も含むかな、そういった撮影をするときに APS-C 機がいいっていう方も多くいるっていうセンサーサイズのカメラになります。で、まず EOS R7 と EOS R10 の数字上の分かりやすい違いは画素数。EOS R7 は3240万画素10万画素間違った、3250万画素なんですけれども、 EOS R10 は2450万画素なので、高画素機がいいっていう方は EOS R7 の方がもちろんいいんですが、ただ安心していただきたいのが、2450万画素もあれば A4 印刷 A3 印刷などをしても十分綺麗な写真が出来上がります。まあなので画素はそんな無理やりね3000万画素クラスにこだわることはないです。撮った写真をパソコンとかスマホとかでトリミングして、こうちっちゃくねして、なんか印刷したいっていう方は、まあ画素があった方がいいかもしれないんですけど、実際にはね、2450万画素でも、印刷するって目的だったら十分な画質得られますし、もちろん SNS での写真で使いたいっていうんだったら、そんな画素いらないですし。はい。だからまあここはね、そんな気にしなくても本当はいいところです。で、次の ISO 感度ってところにも、この画素数がちょっと影響してくるんですけども、数字上は ISO 感度、両カメラとも同じなんですが、同じセンサーサイズで画素数が少ない方が、高感度撮影にはちょっと有利になってまして、そういうところを含めると、まあ、ブログ記事とか雑誌の記事を読んだ上でもそうなんですが、画素数が少ない EOS R10 の方が暗いところでノイズ感が少なく撮れるっていうこともよく言われております。うん、だから画素が高いメリットと低いメリットってそれぞれあるので、ここの部分はね、よく覚えておいていただけるといいと思います。で、次の項目にあるオートフォーカスの方式。ここは両カメラとも一緒で、最新のデュアルピクセル CMOS オートフォーカス2っていうものを搭載してます。で、この次にかかる被写体検出っていうのもかかってくるんですけど、人物、動物、乗り物の被写体検出をしっかり行ってくれて、この性能がキヤノンの上位カメラ、60万、70万もするような EOS R3 と同じようなレベルのオートフォーカスを搭載してるのが、この両機の一番の特徴だと思います。まあ、全く一緒ってわけじゃないんですけど、考え方としては、もうそのオートフォーカスの最新のすごい機能、高級なカメラと同じ性能をこの2モデルに積んでるっていうのはすごいですよね。しかも私が使ってる EOS R6 やそれと同じ兄弟機の EOS R5 っていう30万とか40万するカメラ、このカメラより使いやすい全オートフォーカスモードで被写体検出が行えるっていうのも入れてるので、この EOS R7 と R10 のコスパの良さは際立ってると思います。そこで差がちょっとついてくるのがこの連写のところです。メカシャッターと呼ばれる歪みをね少なくして使いやすい連写モードがあるんですが、このメカシャッターというのは同じ15コマ秒連写なんですけれども、電子シャッターと呼ばれる高速シャッター、こちらになってくると R7 は30コマ秒、R10 は23コマ秒とちょっと差ができてきます。
まあまあでも23コマ秒でも十分早いんだけどね。そしてメカシャッターの上限数値が8000分の1秒と4000分の1秒ということで差はつけられているんですけれども、これは多くの一眼レフカメラの時代からそうなんですが、エントリーキーってだいたい4000分の1秒シャッターまでだったんですよ。で、ミドルクラスから上のモデルって8000分の1秒シャッターが切れるってモデルで差をつけられていたんですが、まああんまりね、ここも使うことは本来はないんですよ。8000分の1秒本当に必要かっていう議論がよくネット上で上がるぐらいなもので、一般的な使い方だったらシャッタースピードって上げても2000分の1秒シャッターぐらいかなと思っております、実用的なのが。まあ、ただし日中屋外で単焦点レンズと呼ばれるすごい明るい大口径レンズっていうのがあるんですね。 F1.2 とか F1.4 とか書かれてるレンズです。それなんかを使うと絞りをね、優先した撮影なんかになると、ISO 感度をいくら下げても、シャッタースピードってガンって上がるので、その時に4000分の1秒や8000分の1秒っていうシャッタースピードが適正露出に求められる数値になることがあります。まあ、そういったところは ND フィルターっていうね、サングラスのようなレンズがあるんですけど、それをレンズに被せて使って撮影するって方もいるので、まあまあ、こういう話になってくるとね、ちょっとマニアックになってきちゃうからちょっと避けたかったんですけど。はい。まあまあそこまで必要じゃないっていうことですね。8000でも4000でもそんな気にすることはないって思っておいてください。まあそれよりも重要なのが、ちょっとこの表にはないんですけど、連続記録撮影枚数っていうのがちょっと覚えておいた方がいいことがありまして、どちらのカメラも JPEG 撮影と呼ばれる通常のね、使い方する撮影だったら問題がないんです。EOS-R7 の方は高速書き込み SD カード利用で約224枚。そして EOS-R10 は約460枚まで連続で撮影記録できることになってるんですけれども、まあ十分ですよね。200枚以上連続で撮影できたら大体のシーンは賄える。なんですがロー撮影になるとちょっとね使い勝手が変わってきます。 EOS-R7 の方は約59枚まで連続撮影可能なんですが、 EOS-R10 は約29枚となってますので、まあ撮る被写体によっては EOS-R10 はちょっと使い物にならない可能性がありますね。確かに私も連続撮影ってたまに撮り撮影とかでやるんですけど、連続30枚だとねちょっと追い切れないことがあって、はい。なのでまあ基本的にこの2機種に関しては JPEG での撮影がおすすめになりますからね、連続撮影。まあ長時間連続撮影する場合、はい。さらにファインダーに関しても差がありまして、両機種とも236万ドットっていう解像度は変わらないんですが、ファインダーの見え方に大きな差があります。視野率も 100% で変わりはありません。まあ、ただし、ファインダーで見えてる像のサイズが違います。R7 は私実際使った時に、今使ってるフルサイズ機の R6 とファインダーの大きさってそんな変わりはなく見えたんですよ。なんですが、R6 から R10 にこう切り替えてファインダー覗いたら、あれっていうぐらいちっちゃかったので、まあ、ファインダーを重視される方は R10 はちょっと選びにくいかなと思います。まあ、全く使えないわけじゃないんですけどね。うん。大きさのちょっと問題で。はい。で、続けて、ボディ内手ブレ補正。最近のカメラっていうと、ボディ内手ブレ補正が入ってるモデルが多くなっております。まあ、ちょっと急に富士フイルムのカメラ出しちゃってね、あれなんですけど、ちょっとカメラあった方がわかりやすいかなと思いまして。すいません。で、このボディ内手ブレ補正が EOS R10 の方にはついていないんです。日中の撮影ではあんまり気になることはないと思うんですけれども、夜ね、暗くなってきてからの撮影とか、まあ、被写体に寄って撮るマクロ撮影なんかになってくると、ボディ内手ブレ補正が入ってるかどうかって意外と効果が差が出てくるので、まあ、やっぱりないよりはあった方が安心して撮りやすいっていうのはあります。まあ、あとは R7 には自動水平補正っていう機能が新しく加わったんですが、これちょっと私が使った感覚としては、まあ、あんまり気にしなくてもいい機能です。はい。なんかそこがね、気になるって方がいたら、まあ、あんまり気にしないでいいと思います。あくまで補助的な機能ね。そして、内蔵ストロボ。カメラには、こういった内蔵ストロボってついてるカメラがあります。まあ、多くはエントリー機などについてる機能なんですけれども、これが EOS R7 にはなくて EOS R10 にはあります。まあ、外部ストロボを後で自分で用意するっていう方はもちろんいらないんですけれども、ただ、外部ストロボをね、買う予定がないっていう方がいらっしゃったら、まあ、内蔵ストロボってあると、逆光のシーンで人を撮るときなんかに、まあ、ストロボを焚いて撮影すると、まあ、非常に良い感じのね、光が入った写真が撮れるので、すごくおすすめなんですね。これからカメラを買おうって方は、内蔵ストロボ、もしくは外部ストロボ使って、ぜひ逆光撮影で、ご家族の写真とか、彼女さん、彼氏さんの写真を撮っていただければと思います。はい。ま、なんかちょっと余分なこと言ったかもしれないんですけど。で、次、カードスロットに関して。これは R7 がデュアルスロットと呼ばれる2つの SD カードが入れられるタイプ。そして R10 がシングルスロット、SD カード1つです。
私個人的にはこのカードスロットって全然一つで問題ないと思うんですよ。あんま私トラブルあったことがないので、ワンスロットで仕事撮影でも、まあ、なんですけど、やっぱりデュアルスロットの方が何かがね、何かがあった時のバックアップとしてやっぱり安心できるとか、そもそもその映像と写真とこう振り分けてね使ったりすることもできるので、そういった意味では仕事をされる方にはやっぱりデュアルスロットが人気なのかなって。まあやっぱり私もデュアルスロットの方が使いやすいか、ごめんなさい嘘言いました、私デュアルスロットの方が使いやすいです。まあなんですけど、初心者の方は特にシングルスロットで問題ないかと思います。はい、で次は動画性能。動画性能に関しては結構差がありまして、EOS R7 は 7K のデータを 4K の映像にすることができます。まあ、これが書かれている 4K UHD Fine 30p っていう記録なんですけれども、まあ、ただね、これね、EOS R10 も 6K データを 4K 映像にできるので、まあ、そんな差かなって思っちゃう私がいます。まあ、ただそれより問題なのが、ここに 4K UHD 60p 撮影っていうのがあります。これが EOS R7 ではセンサーサイズ、そのままのフル画角でね、撮れるんですけれども、EOS R10 の方は 4K60p 撮影にしちゃうと、クロップって言って、そのセンサーサイズ、ね、画角、フルの画角サイズから、ちょっとこう、ギュッとね、絞ったようなクロップって言うんですけど、クロップ撮影っていうのになっちゃいます。だからクロップがよくわからない人は、画面がね、こう、ギュッて狭まっちゃうっていう印象でいいと思うんですよ。そういう撮影になっちゃうので、ちょっとね、EOS R10 はね、動画撮る人にとっては使いにくいんですよね。ちなみに 4K30p 撮影だったら、そのフル画角で撮れるので、クロップなしでね。そういったところがちょっとあって、EOS R10 は、まあまあまあ、そういう差があるっていうことを覚えておいていただければと思います。で、スロー動画によく使われる、ハイフレームレート撮影っていうのがあるんですけども、それはどっちのカメラもフル HD っていうサイズまでしかできませんので、まあこれは一緒ですね。まあ動画に利用したいって方は EOS R7 の方が、メリットがね、多いです。最長の動画連続撮影も、EOS R7 が確か6時間だったかな。で、EOS R10 は2時間となってたはずなので、そういった差もできてきます。はい、で、バッテリーに関しては、使う方によって価値観は変わるんですけれども、EOS R7 の方は、EOS R5 や EOS R6 などのカメラと同じタイプのバッテリー使ってまして、そこで、こう、共通に利用することができます。で、EOS R10 の方は、エントリーモデルに多く使われるバッテリーを採用してますので、EOS RP や EOS KISS X10 シリーズなどと同じタイプになっております。まあ、ここは初めて買う方はね、そんな深く考えなくてもいいかもしれませんね。ただ、先々、ちょっとバッテリーを使い回したいっていうんであれば、EOS R7 を買っといて、上位カメラを買って、バッテリー使い回しをするっていうのが、まあ、理想ではあると思います。はい、で、サイズに関してはもちろん EOS R10 の方が小型サイズで軽量化されてますので、持ち運びには便利なカメラとなります。まあ、ただ、私自身が両方のカメラ使った際には、ちょっと EOS R10 が小さすぎてね、ちょっと私にとってはちょっと使いにくいところがあったので、操作方法とかもね、ちょっと違うんですけど、大きくなっても EOS R7 の方が使いやすかったは使いやすかったですね。カメラとして。操作性のね、問題で。はい、といった感じで、ちょっと短くまとめたつもりなんですけれども、いかがだったでしょうか ?EOS R7 と EOS R10 のね、違いなんかに関して。で、最後に、もうザクッとまとめちゃうと、レンズ交換式カメラがとりあえず欲しいっていう方は、もう EOS R10 で間違いなく満足できるレベルのカメラになっております。で、もっとこだわって使いたいけれども、カメラに30万、40万っていうお金は出せないっていう方、たくさんいらっしゃると思うんですよ。そういう方は、EOS R7 が、まあ、このカメラもね、20万円、レンズ含めると20万円ちょっとぐらいになっちゃうかな。なんですけど、めちゃくちゃいいカメラなので長くも使えますし、はい、全然おすすめできるカメラとなっております。はい、今回の動画がカメラ選びをされる方にとって少しでもお役に立つ参考になる動画であったならば嬉しいんですけれども、いかがだったでしょうか。動画が気に入っていただけましたらぜひ高評価、カメラの話が好きだったらチャンネル登録をお願いいたします。普段から私はカメラの話を中心にいろいろな新商品のレビュー動画とか、あとはゲームの感想話などをやってるので、興味趣味がある方はまたご覧いただければと思います。今回の話はここまで。ではまた別の動画でバイバイ。はい、でですね、また新しいカメラもしくはレンズのレビュー動画を近日中にアップする予定です、 YouTube に。ただあれ、うずさん、レンズカメラどっちなの、はっきりしないねって思われる方いると思うんですけど、私も今この撮影してる時点じゃわかんないんですよ。ちょっとこれいろいろ理由があって、とりあえずメーカーさんで、まあ知り合いなんですけどね、メーカーの方から、うずさん、ちょっと新しい商品を送っておいたので使ってみてくださいって連絡が先にあったんですが、それが物がね、何なのか
その時点ではちょっと教えられなかったらしくて、はい、届いてからのお楽しみってなっちゃいました。はい、なので皆様も、ちょっと私も楽しみなんですけどね、皆様もぜひその新しいとあるメーカーの何かしらお待ちいただければと思います。ちょっとわかんないよね、こんな情報じゃね。はい、じゃあ楽しみにしておきましょう、一緒にね。